どうもパズドラ究極コラクティビをご覧の皆様こんにちは。こんにちは。コスケのパズドラお悩み相談教室番外編でございます。番外編今日は、はい、ですね、私の方のそのコスケの質問になんですけど、ジュエルの質問がめっちゃ来てたので、ジュエルの塔、まとめて、今回はジュエルについてだけお答えしようかなと思います。なるほど。まあ、全然に、まあ、はい、余裕があればプラスについて、プラス集めについてですね、お話できればなと思います。はい、ですね、ジュエルの塔、まあ、よく一番来てるのが上級と超級、どっちがいいんですか？はいはいはい、わかんないっす落ちやすさわかんないですね、正直。まあ、僕は上級回してるんですけど、うん、実装当初からずっともう上級ばっかりやってたので、プラスを集めるときは、はいはい、プラスを集めるときは上級ですね。うん、まあ、何より周回しやすいので、まあ、今でも超級でもね、なんだろう、ガチャモンスターボロボロ持ってると、うん、カオーディンみたいとか持ってると、うん、まあ、問題なく超級でもポチポチゲーになっちゃうんですけど、ボス戦で赤ソニアとメテオボル系のドラゴンとかを入れて、うん、ボス戦は花火で倒すみたいな方法なんですけど、はい、まあ、そういう方法もあるんですけど、まあ、僕はそれができないので上級をやっておりますと。うん、そっちの方がスピードが速いと。そうですね、上級だったら、まあまあ、その今僕やってるパーティーも別にそんなベストパーティーではないんですけど、はい、全部ポチポチじゃないんですけど、まあ、ワンフロアで1コンボして倒してまた全部ポチ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 みたいなパーティーでやってるんですけど、そうですね、まあ、どっちがいいのか、まあ、やっぱり時間ですよね、問題は。うん、期間決まってるので、ジュエルが実装されてる時間は、はい、まあ、プラスをより多く集めたい、石関係なしにとにかく集めたいっていう方は、より回そのストレスなく回せる、長時間やっても別に問題ないなと思えるプロっていうのはやっぱり上級になってくるのかなと。なるほど。で、落ちやすさなんですけど、まあ、いろいろ検証はこれまでありました、何度も何度も。どっちの方が落ちんのとか、うん、ツイッターとかでもね、よくやってらっしゃる方がいます、はい、なんですけど、それも結局のところなんですけど、総じてデータ的には上級と超級ドロップ率変わりませんっていうのが、大体ですね、数字的には変わってないですね。周回数、むしろ上級がいい時もありますし、もちろん、うん、まあ、それはやっぱ運ですよね。あとはなるほどね、プラスやっぱりその100周で何個落ちますか、はいはいはい、もちろんブレたりしますよ、そこの数字は、うんうん、なので何より今大事なのは、そのここの数まで集めるまで頑張るみたいなのがやっぱり大事なのかな。なので、まあ、やっぱプラス集めというのはですね、やっぱ無課金の方がやるにはちょっときついので、短期間で、はい、短期集中でやるには、うんうんうん、なので、まあ、まあ、これはどっちかプラス集めっていうのはどっちかやっぱりその短期間でのプラス集めですね、はいはい、みたいな。短期間でのプラス集めは基本的にやっぱりその、まあ、お金をかけられるかがやるべきこと。スタミナ回復をしながらずっと続けて回し続けてたくさん取るという形ですね。はい、なんで、うん、まあ、その無課金の方がそのなんだろうな、そのこのプラスを集める、うん、短期間でプラスを集めるためだけに、うん、そこに石を使用するのは、まあ、あんまりしない方がいいんじゃないかなと。僕はあんまりおすすめはできません。コツコツパターン。まだテクニカルダンジョン5倍でいいですだったり、あの辺の経験値効率がいいところを回した方がいいんじゃないかなと思います。はいはい、はい、僕は。なのでジュエルの塔は、まあ、そのまあ、課金者向けのダンジョンと言いますかね、まあ、表現は悪いですけど、プラス集めに関しては、はい、そうですね、プラス集めに関してはそういう風になっちゃうんですけども、まあ、僕の考えはですね、まあ、なんで、まあ、集められる方は、まあ、集めやすい方を選んで、サク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 とプラスを集めればいいんだよ。ただね、やっぱりいいんですよね、ジュエルはすごく。ダンジョンがフロアが5なんで、うん、はいはい、30秒ぐらいでプレイできる。あー、時間が短くていいんだ、はい、うん、で、まあ、ボスもプラスを落とす可能性がある、はい、テクニカルダンジョンだとまずないですよね。うん、そうか、ワンフロア多いってことね。そうですね、その可能性があるフロア、可能性が、全てのフロアが可能性があるっていう、うん、で、5フロアなんでポチポチクリアできるっていうところで、スピードがやっぱりテクニカルダンジョンよりも速い分、1時間やっぱりドロップ率が当倍でも20個ぐらい集まりますね。へ、うん、回数が多いからね、回せる回数がね、うん、数で殴れるので1時間で90周ぐらいできるのかな。なんで、まあ、そんな感じですね。まあ、なので、まあ、すごい、なんだろう結構、なんだろう、グレーな質問、難しいんですよ、うん、答えるのが辛いっていう、はい、はいはい、そのジュエルって回すべきですかとか、まあ、結構まあ、まあ回したいよねみたいな、うん、回したいと思うんですけど、まあ
無課金の方がプラス集めるダンジョンではないかなと思います。はい、まあ、あとはね、ミスリッド集めとか、ダブミス集めとかで、まあ、回るのもまあ一つの手かなとは思うんですけど、まあ、僕期間中に100体ぐらいミスリッド一気に溜め込んだりするんで。すごい量が半端ない。なんかあのオーガのキッチンが必要じゃないですか、ね。もうそこで全部溜め込んで使ってるんですけど、はいはい、またストックいっちゃいますね。なんですけど、プラス集めについて、じゃあそしたらどうせなら続きで お話ししましょうか。はい、なんですけど、まあ、ですね、正直プラス集めはその無課金の方には結構シビアなやり込みですよね、うん。どうしてもその石を常にそこでスタミナ回復できるわけじゃないので、はいはいはい、使うのにこう、なんだろう、戸惑いというか躊躇するわけですよね。ありますね。その、はい、いいのかなみたいな、うんうん。まあだから、まあ、どうしてもやっぱりそんなにいきなり短期間で集まらない、はいはい。なので、まあ、その気長にやって今やるのが一番いいのかな。もしくはあとテクニック、その前の時も言いましたけど、テクニカルダンジョン5倍の時にその経験値効率がいいところ、イーリスの20番の一番上とかね、イーリスの一番上とかを回して、ランクを上げつつ、なんだろう、プラス集めるっていう形を取るとか、あとはノーマルダンジョンの、まあ、回せるとこですよね、うん。例えば、まあ、僕一番いいなと思うのは、まあ、回せればベスティア行こうが一番いいかなと、はいはい、思ったりするんですけど、ヒペリオの一番下とかいいですよね。ヒペリオからクレイアス監獄の一番下、はいはい、経験値効率はちょっと落ちちゃうんですけど、480とかになっちゃうのかな、480いかないかな、400台はあるんですけど、一番下がいいですか、はい、一番下は7フロアのダンジョンなんですけど、うん、6フロアまでその雑魚モンスターが出てくるんですよ、うん。で、7フロアでいきなりボスで、他のダンジョンになってくると、そのボス前って中ボスが出てくるじゃないですか。出てくる。なんで1フロア多いんですよ、はいはい、そのまた可能性が、はい、可能性がで、経験値効率も一応その5つあるダンジョンの中が3番目の経験値効率の差、うん、一番上と真ん中が基本的に500超えるので、それよりちょっと低いぐらい、うん、なので、まあそことかですかね。僕最近何もない時はそこ回ってますね。最近は赤オーディンシステムで、システムで、はい、ぼちぼちですか。チャレンジモードで、フレンドの赤オーディン全部バー選択して6体で赤オーディンして、ワンフロアでサーズルしたとポチ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 、いや結構集まるんですよ、1時間でこれも15個くらい集まるんですよ。案外集まる。あ、ノバダンいいじゃんとか、いいじゃんって、これでもいいんじゃない、はい、これなら一周時間かかんない分、はいはい、これまでより集まるわっていう、うんうんうん、その思いましてですね、今はやってますよ、たまに。それで1時間で15個ぐらい集めてとか、たまにいいっすよ、結構。赤オーディンじゃなくても、まあ、スキルブースト3個持ってるテングリーダーにしてフレンド、ね、5体赤オーディン選んで、まあ、2回パズルしないといけないかもしれないですけど、うん、まあ、2回パズルしてとかでも、まあ、だから5体だから、スキルレベル最大の赤オーディンがいるフレンドに 5人いれば、リーダーは非2倍とか適当に入れて2回パズルしてポチ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 で終わるのか、いいじゃないですか。それも全然代用効きます。すごいチャレンジモードは気持ちが、チャレンジモードで集める集めるっていうのもめっちゃいいんすよ、うん。僕もうノーマルダンジョンをでプラス集めする場合は、はいはい、もうそれしかやんないですよ、絶対。チャレンジモード、チャレンジモードでやってみます、今後は。すごい、赤オーディンシステム、めっちゃ楽です。もう私もフレンドさんに、いますよね。ね、今度やってみますか。フレンドさんにね。赤オーディンが5人いればいけます。はいはい。5人いれば。はい。めっちゃ、まあ、なので、まあ、ノーマルダンジョン、そういうところで集めるとかすれば、まあ、ランクも上げつつやれるので、無課金の方にも一番いいんじゃないかなと思いますね。すごい。まさにスキル&ドラゴンだわ。スキル&ドラゴンです。はい。とか、まあでもそれが面白くないって方はね、うん、普通にダンジョンクリアしてコツ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 やればいいんじゃないかなと。これまで通りに。で、まあ、まあ、課金してる方で、短期間に集めたいって方は、ぜひジュエル必死になってやってみるといいと思います。うん、ですね、本気出せば別に当倍でも2キロなら1日作れます。うん、まあ、1時間で20個集まるってことは、15時間でも300個集まるので、はい、もう、本気プレイをしてて。はい。まあ、僕やんないですけど。僕はやんないですけど。まあ、なんですかね、期間中に何体とか目標を作ってみて
やるといいんじゃないですか。2キラ何台作るとか。なるほど。正直わかんないっす、魔法石何個使うとか、うん、スタミナ違うので。そうですね、うん、人によってね、うん、違うのでわかんないです、正直言って。ですね、なんでまあ石何個使うかわかんないですけど、そのまあなんだろう、その目標に向かって突き進むみたいなことはいいんじゃないですか。最終日の土曜日とか2倍なんで、あ2倍の時はね、多分あれなんですよ、今回恐ろしい数集める人出てくると思いますよ。700、800個集める人いいんじゃないですか。1日で700、800で収まるかね。下手したら900とかいける可能性も。いや本当にもうペース変わらず24時間本気でジュエルのドロップレート2倍やり続けたら、今このシステムでシステムでね、いや多分えらいことになると思いますよ、今回は。あのこれまでジュエルのと1日で600個700個っていうことが過去あったんですよ、はいはい、あの前回の時とか、うん、多分おそらく今回はあの赤オーディンの出現で、うん、ちょっと測れないですね、これまでのあれとは。あの新たなシステムの登場で、はい、そのクリア時間がすごい短くなったから。そうですね、あの周回速度がこれまでよりも速いので、あとそのストレスにならない、はい、パズルをしないっていう部分っていうのは、そのなんだろう、時間速度でストレスにならないので、まあ、詰まるところがないってことですね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、まあ、なんでおそらく多分今回下手したら4桁っていう人が出てくるかもしれませんね。下手したらですけど、すごい、可能性はゼロじゃないなと思います、うん、正直言って。今の赤オーディンでの集会はえげつないです。みんなやってる人はやってる人もと思うんですけど、まあ、なんで今回そのなんだろう、無課金の方へのメッセージというのはちょっとまあよりもまあなんていうのかな、結構割とガチめでやってる方へのメッセージになっちゃったんですけど、はいはいはい、そうですね、まあ、まあ頑張りましょう、一緒に戦い、僕も頑張るんで、プラス集め、プラス集め、ごめんなさい、なんか元気がなくて、なんかあれですよね、予告なんですか、何の予告ですか。大量にコスケさんがプラス集める動画予告やりますそれじゃあやります、土曜日24時間耐久みたいな、僕とリスク2人でみたいな、耐久っていうか、いやまあライブみたいなことにはできないと思うんですけど、その途中経過とか合わせて、ね、1日の途中、まあ、なんで6時間とか収穫を最終的にご報告するみたいなやつやりますか、うん、こんくらい集まりましたみたいな、うん、でうわやばいな、レッドブルで大量に買わないとレッドブルで気合い入れてやばい。しかも理事長なんてあれですもん、全部ポチポチですよ。あ、理事長は全部ポチポチパターンなんですか。すごい、条件がいくつかあるんですけど、はいはい、別に赤オーディン5体いらないんですよ、ポチポチ原因するには、うん、2体欲しいんですよね、2体、もしくは1体だったら、あとはバーサーカーがちょっと欲しいな、あのあれです、なんだっけ、クリスタルディフェンダーズコラボのバーサーカー、バーサーカー、あれがですね、スキルブース2個持ってて、いいんですよね。あれが2体と、あれをサブ2体と、うん、青オーディンと緑オーディンを入れておくと、上級はポチポチになります。へー。感じですね。プラスは本当に、周回した分です、本当に。周回した数。ランクは関係ない。気合で回り続けろ。とにかく周回数でございます。なので、まあ、まあ、確かにどっちが落ちやすいかとかすごく気になると思うんですよ、うん、はい、でも正直そんなの気にしてるぐらいならもっと回れって言いたいぐらいですよ。あのプラスを本気で集めたいなと、うん、もう本当に、まあ、ただ分かるんですよ、僕も上級やってると本当は上級の方がいいんじゃないかなとか思ったりするんですよ、うん、でもそれ思った瞬間に負けなんですよ手が止まる止まるな、そう止まるな、進め続けろ、24時間本気やみたいな止まり続けろ、すごいなんかスポーツみたいになってきた、そう気合だみたいな、でも思いますよ、僕も結構10時間ぐらいやってると、何やってんだろうなみたいな、チリーン、いや本気です、ね、嬉しいみたいな、本気です、うん、まあでもね、終わった時になんか変な達成感があります、うん、ぜひぜひ、頑張る方もやってみて、一緒に頑張りましょうはい、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました、バイバイ、バイバーイ、どうもご視聴ありがとうございました、チャンネル登録はこちらスマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。